千年ぐらいの天皇として覚えていないといけないのは一条天皇になります。66代目の天皇なんですけれど、枕の創始や紫式部日記などに登場する天皇です。お母さんは戦士、金家の娘で、お父さんは縁優天皇になります。 六六六六十十十四、五、とありますね火山天皇の出家というのを高校で勉強する場合があるでしょう。兼家は早くね孫を天皇にしたかったので火山天皇をね出家に追い込んでいくんですよ。火山院と共に出家をすると嘘をついて 空泣きをしたのが金家の息子道兼です阿波多殿というふうに大鏡の中では出てきます一条天皇は980年に生まれたんですけれど986年にはもう天皇として即位をするんですね990年 一条天皇は数え年11歳で元服し兼家の長男道隆の娘である定子が数え年14歳で受大をして女御となります兼家は関白になりその後出家しますで道隆が 感覚になっていきそして殺生になっていきますまあ、その後、まあ、カネイエは亡くなっていくんですけれど亭主は主偶になって大変な権力を持っていくんですね聖書ナゴンが亭主にお使えすることになったのは993年頃と 帝子は数え年で17清少納言は28歳ぐらいと推定されています枕草子の中で亭主のサロンでは明るく弾んだ話題が多く和歌や漢詩文のことが日常的に話題に上って白紙文中の引用などがやり取りされています。 母親の甲の内師は漢詩文の教養もあり縁優天皇の時に内師の嬢として仕えて甲の内師と呼ばれた人です百人一首に和歌もあります忘れ寺の行く末までは固ければ今日限りの命ともがなという歌は道隆が通い始めた頃の歌なんですねこの三兄弟は お母さんの影響もあって、監視分の知識、非常に優れた風流な兄弟であったようです。しかし、酒と冗談が好きであった道隆は、995年に死んでしまうんですね。まあ、糖尿病とも言われています。その後、道金が乾白になるんですが、すぐに死んでしまうんです。 そして、コレチカと道長の争いになっていくんですがなんと一条天皇のお母さんの戦士は道長びいきだったんですね。ですから権力は道長の手に渡っていくんです。コレチカと道長が弓争いをしたのは道隆がまだ生きていた 994年の頃だったんですね。カザ年でコレチカは21歳で、道長は28歳。まあ、おじと甥と言っても、そんなに年が離れているわけではなかったんですね。豪胆な道長にコレチカは惨敗してしまいました。道長は、 道長が家より帝妃たち保うべきものならばこの矢当たれ。摂政を感すべきものならばこの矢当たれ。と言って矢を置いてど真ん中に当ててしまうんでしたね。その一年後、父親という後ろ盾を失って、権力を道長に持って行かれてしまいます。戦士が一条天皇を説得して、 内乱という権力を道長に与えました内乱というのは天皇に相乗すべき文章をまず先に内見して政務を処理することでまあこれ摂政官博の大きな権力の一つなんです道長はこの内乱の戦事を受けて権力を手に入れましたこの後この後 女性問題の誤解からコレチカタカイエの従者が出家した火山院に対して弓矢を追いかけて脅すと矢は袖を貫いたというこういう事件を起こすんですよ。火山院を殺し申し上げようとしたさらには戦士が病気だったので受訴したのではない また個人的に、大言の法というのを行ったのではないか。という三つの罪で、これちが高い家は、左遷されることになりました。太宰の言の措置として、流されていくんですね。高い家は、出雲の言の神として、流されていくことになりました。 兄弟が左遷されるのを目の当たりに見て一条天皇の初めての子供を身ごもっていた亭主は自ら髪の毛を切り落として出家していきます。一条天皇や戦士が道長に願い出ることもあって一旦はこれ下は播磨に高家は丹波にとどまる。 ということがあったんですがお母さんが病気になったというのを聞いてこっそり戻ってくるんですねそれがバレて本当に太宰府さらには出雲に流されるということになりましたその後騎士が亡くなって悲しみの中で亭氏は第一内親王終始内親王を出産する とということになります一条天皇は終始内親王と亭主に対面し再び亭主を寵愛するようになりますそしてこれ下高家を許して都に呼び戻すしかしかつての権力はもう失っていましたしかし亭主は寵愛を受けていますので 気が気でなかった。道長は999年。わずか12歳数え年で12歳の少子を。数え年で20歳の一条天皇のもとに10代させていきます。一条天皇文学好きだったので、少子に紫式部や和泉式部という女房を使えさせてもいるんですね。 その後すぐに厚やし親王が生まれます女後として少子は受大したんだけど道長は千年に強引に少子を中宮にしてそして帝子を皇后にしていきます同じ千年の12月帝子は美子内親王を出産し その後、なくなっていきます。映画物語や大鏡に詳しく取り上げられる。これらの悲劇は枕草子には一切描かれていないんですね。亭主を素晴らしく、描き切ることだけに集中しているかのようです。後から受諾した少子に仕えた紫式部にとって。 聖章納言の活躍は無視しがたいものであったようで日記の中で聖章納言を批判して没落を予見しています晩年に聖章納言は没落したと無名造詞や小辞壇で描かれています道隆の家を中の寛博家ということがあります父親と弟との 間の中継ぎの感覚とこういう呼び方なんですね